私に任せて。親切姉さんの言う通りにするしかないね。どうしたの？データの海の幻覚を一瞬見た気がしただけ。もう大丈夫だよ。本当に？ちょっと休んだ方がいいんじゃない？本当に大丈夫だってば。データの海に長くいるとこういう副作用が出るんだ。しばらく放置したら良くなるの。さあ、まずはブックカフェに行ってみよう。こんにちは。今日も猫ちゃんたちと遊びに来たんですか？新しいお客様ですか？いらっしゃいませ。あ、遊ぶために連れてきたわけじゃない。今日は特に変わったことはありませんでしたね。すごく穏やかな一日でした。ちなみに親切さんは何を気にしてるんですか？あ、何でもない。新しい実験が周りに影響を与えてないかどうかを確認したかっただけみたい。なるほど。それなら本当に大丈夫ですよ。安心してって伝えておいてください。まだ仕事がありますので、もう失礼しますね。うん、ありがとう。あなたって意外といい加減なことも言えるんだ。さっき話してた新しい実験のことだね。う、別に嘘じゃないでしょ。週末のアンカーの異常は親切姉さんにとっては新しい実験みたいなものだしね。これから悪党になったとしても夢追い人はちゃんとやっていけそうだね。褒めてるんだかけなしてるんだか。でもさっきから気になってたんだけど、親切さんの職業って一体何？権力を握ってるように見えるんだけど。権力ねえ。親切姉さんが権力を持ってるというより、データ研究所が大菓子にとってかなり重要だって言った方が正しいと思う。ここのみんなは一つの世界の泡で暮らしてる。このビルを出てから車で3時間もかからないうちに世界の辺境にたどり着けるの。こんな環境だと町を維持するためにデータの海から入手できる万能な材料、根源物質ばかりに頼ってしまうんだ。何？そっちも恐怖を集めてるの？違うよ。でもデータの海から取り出して加工した根源物質はプログラミングっていう形で世界の泡にある任意の物理材料に固化できるの。そういう万能性が似てるんだ。根源物質を直接パンやクッキーに大量変換する方法とかは開発できなかったけどね。なるほど。石油みたいなものだね。石油？そうだね。地球の根源物質だとでも思っておいて。そう考えると私の体もそういう根源物質でできてるのかな。難しい質問だね。普通の物質に変換された後は根源物質自身の特徴は消えちゃうから、いずれにしても今までの経験から話すと普通の人間と私たちには生理的な違いなんてないはずだよ。なるほどね。じゃあ私があの週末のアンカーを起動させられた理由はそれじゃないんだ。答えのない問題をこれ以上考えても意味はないし、よし、調査を再開しよっか。外の世界に。こんにちは。ああ、またあんたか。今回は友達と家具を選びに来たのか？そういうわけじゃないけど。変わったこと？いや、聞かないな。それなら何か超自然的な力とやらにこのチラシを全部お札に変えてほしいくらいだよ。ん？超自然的な力？お札？
何何何か思い出したの？違う違う、何か変わったことがあれば2日くらい休めると期待しただけなんだ。今日の彼は少し様子がおかしいような。糸の夢へようこそ。何かお力になれることはありますか？なるほど、親切さんの実験でしたか。こちらは特に何もありませんが。何？何か心配事でも？いいえ、先ほどこちらの方を夢追い人と呼びましたね。その呼び名を聞いて少し感慨深いと思っただけです。感慨？ええ、エリシウムの神話をご存知ですか？その伝説には時間を遡ることができる選ばれし者たちがいて、彼らは夢追い人と呼ばれていたそうです。伝説によると、夢追い人は一人の夢に潜入し、もう一人の夢から浮かび上がることができる。彼らはそういう手段で歴史上のあらゆることを観察したようです。夢追い人、今の話知ってる？初めて聞いた。大丈夫ですよ。神話というのは食後の話のネタのようなものですし、深く考える必要はありません。ですが、皆さんが興味を持ってくれたなら、古い雑誌をお貸しできますが。ようこそスイートテイストへ。あれ、ユウウン先生のところの学生さんじゃないですか。新しいお友達と来てくれたんですか？あ、時間があったらみんなにスイートさんの料理を食べてほしかったな。変わったことですか？開封済みのクリームがどこかに置かれてしまったみたいで見つからないんです。それはお店の人がうっかり忘れて、そのミスを認めようとしてないだけなんじゃ。そんなはずないんですけどね。決められた位置に置くようにってちゃんと教えておいたのに。誰かが盗み食いしたとか？それはないと思います。クリームだけは盗み食いする人なんていませんよ。下の階にあるブックカフェの猫じゃあるまいし。ところで、この猫ちゃん用のご飯をアンジュさんのところに持って行ってくれませんか？お礼としてスイーツをご用意します。絶妙な発明を思いついたけど。店からクリームが消えたのって変わったこととは言えないよね。スイートさんもたまにうっかりしちゃうから。でも彼女が話してたユウン先生って夢追い人の先生なの？うん、そうなの。私たちの先生でデータ研究所の所長なんだ。ただ先生はよく出張で出かけてるから、普段は親切姉さんがデータ研究所の日常的な作業をまとめてるの。へえ、なかなかいい人脈作りをしてるね。まあいいや、本人にそんな意識がなければこの話をしても意味がない気がする。でも考察任務のこともあるから、ぜひその先生を私たちに紹介してほしい。もちろん大丈夫だよ。でも先生の出張はいつも長いから、1年間18ヶ月のうち12ヶ月も研究所にいなかったりするんだ。というか世界の泡にいないこともあって。待って、今なんて、1年が18ヶ月？18ヶ月に何か問題でも？落成の1年は18ヶ月だよ。1年は668日か669日だもん。あ、
わかった。地球の1年は300日間くらいだから、1年に18ヶ月もない、そういうことかな。もちろん、1年は12ヶ月、全部で365日か366日。なるほどね。じゃあ、夢追い人が落星での自分の年齢を口にしたら、みんなに子供扱いされるんじゃないかな。年齢も時間を表す数字に過ぎないよ。それに、生き物が成熟する年齢は、その惑星の公転周期で決まるという理論もあるし。とにかく、スイートテイストも異常なし。もし、668百貨店にも異常がなければ、私たちが引き起こした週末のアンカーの現象は、周りの人たちの生活に影響を与えてないって言えるね。それなら何よりだね。初めて来たとはいえ、こういう賑やかなところは好きなんだ。普通の商業施設だと思うけど、まあ気に入ったならそれでいい。どうやらコラリーとヘリアの故郷も面白いところみたいだね。それはどうだろう。でも今は雑談してる場合じゃない。ここは急いで親切さんの任務を終わらせて、時間通りに集合場所に行った方がいいと思う。確かに。こんにちは。ようこそ668百貨店。でも今日店で何か変なことが起こってたりしない？あなたに聞いてほしいって親切姉さんに言われたの。お待ちください。データベースを確認します。本日データ研究所の基準から見て、大岡市内のすべての668百貨店で異常は発生していません。ですが、特筆事項として親切さんの質問をシステムにアップロードしました。これから668百貨店に異常が発生した場合、システムの方で関連情報をデータ研究所に送ります。よかった、ありがとう。でもどういたしまして。こちらは本日の割引券です。またのご来店をお待ちしております。ところで、今あなたたちと話してたのは人工知能？そうみたいだね。デモの話？彼女は分散型モデルで、厳密に言うと668百貨店の店員はみんな彼女なんだ。あなたたちの世界の泡ってやり方が贅沢すぎるよ。まあいい、一部分からでも物事の全貌を推し量れる。その根源物質とやらがあなたたちに何を与えられるのか大体分かったよ。ただの世界の泡だけど、地球があなたたちを羨ましいと思えるほどの価値があるみたい。雑談はここまでにして、急いで市民ホールとやらに行って少爵たちと合流しよう。